皆さんこんにちは、ゆずきしろです。はい、今夜もスタディオカレーのお時間やってまいりました。ここでもない入り口か。もう下のところは全部壊し終わったもんね。この数少ない石のうちのどれかだね。運悪いね、全然出ない。ここか、入り口付近の石か。やっぱりシャフトができればあると助かるけど、今回シャフト出なかったね。こんな入り口か。ほんと入り口の横だったようだね。あー、スライム倒さないと。スライムだけは何としても。その硬い敵は倒せないけど、このスライムだけは、あの硬い、この硬い敵には当たらんようにして。あー、まだ手に入らない。まだか。本当に今回運が悪いね。さあ、この敵からは、やっぱちょっとがめつくなってるから余計手に入りづらいのかな。そんなことあるって感じだけど。さあ、マッシュルームでちょっとドーピングもして。階段が向こうにあったな。やっぱ運上げないとな、このうなぎの料理で。うなぎの料理が手に入らない。さあ、スープで回復と。12時か。ここね、鉱石壊したところでイリジウムが手に入らないからな。ちゃっちゃと次の階段な。こっちにあったよね、階段。よし、この階段に。お、スライムちゃん、愛しのスライムちゃん。おいおい、敵も来てるやん。あのうなぎ、なんか最近調子悪くて料理落とさなくなっちゃったけど。いや、ほんと料理落とさないな。最初の頃よく料理落としてたし、このスライムもね、イリジウムの延べ棒をね、いっぱい落としてくれてたんだけど、特になしか。まあ今日はね、今回はちょっとタイミング悪く出ないと。まあこういう時もあるかな。やっぱ 100% 出るわけじゃないもんね。さあ、1時20分。ここは階段なしか。この上かな、入り口近くかな、やっぱあるのは。あ、入り口だ。1時30分。1個も手に入らなかったか。だいたい今までの感じだと1個ぐらいはね、手に入る感じだったんだよね、イリジウムが。特になし、奥にも何もなしっぽいね。1時50分。もう適当に掘って終わるかな今日は。そうだね、結構頑張ったんだけど、まあまた次回頑張ってきましょう。さあ、夏の6日目終了と。農業が意外と、まあ2日分の卵とかチーズを売ったからって感じかな。ああ、蜂蜜もちょっとお金。布が意外だね、658円。トリホイルも安定。今回いちごジャムだったから単価1個が高かったんだね。うん、ということで1万4000円手に入ったと。ただイリジウムだね。さあ、7日目。今日もね、料理、なんか料理持っていくかな、作って。何がいいかな。チョコレートケーキとかも安定ではあるけど、あ、最大エナジー上がるか。赤キャベツだよね、問題は。あとはキノコか。これも確かにちょっと作っちゃう。3つ持ってこ。あと他だと料理ね、いい料理もね、確かにちょいちょいあるんだけど、これ安定だよね。クランベリージュース、マインキャンディーか。確かにドーピングちょっと役立ったけど、まあ、あ、そうだ、ピンクケーキってあったね。忘れてたね、ピンクケーキの存在で。まだキャベツは取れない。そしてジョジャ社から1000円のあの請求と。あ、溜まってきてるね、オムニジオド。これもありがたい。で、宝石とかしまって、今日もすぐ洞窟行っちゃうからな、このまま。ダイヤモンド複製か、助かる。日曜日、あ、今日ぼったくりの人が来る日だ。あれだけはちゃんと見ておかないと、ぼったくり。
マインキャンディ用の素材の洞窟人参しまっとこ。洞窟人参もなんだかんだで敵と起爆した時になんか手に入ってたね。ビールも持っていこう。で、あといらないところだけしまって、固い金もなんか3つ手に入ってたね。あとは敵からの報酬品か。これが敵からの報酬品で、意外とボムが役立ってたから持っていこう。15個。うん、さあスライムも置いていくと。これで行ってみようかな。あとはこのサーモンベリーを使わないから置いていこう。うん、まあこれぐらいあればいいんじゃないかな。で、今日もちょっと仕事用のね道具持って、さらにこちらと、あ、ビールができてる、ペールエールかな。こちらをポップ、なんかすぐまたできそうだ。一応4つ持っとこう。よし。で、今日もキノコをね収穫できなかったはずだから、まあそこちょっと収穫しておこう。温室も行きつつね。よし。あ、キノコ、あれ、なんかタイミングがずれてるな。まあいっか。うん、じゃあ先に温室だけど動物の世話先にしちゃおう。動物もな、すぐどっか行っちゃうから。で、明日ぐらいかな。あ、月中ちゃん取れん、トリフ助かる。で、一旦ここら辺ちょっと撫でたり、なんか引っかかってる木があったんだ。そんなとこにちっちゃい苗木が。だいぶ牧草とかもなくなってきちゃってるね。あ、ボイドエッグ大きくなってる。この子ミルクちゃんじゃないわ、ボイドのミルちゃんだったかな。卵は多分まだか。あ、ボイドのミンちゃんだ。そうそう、いやー楽しみだな、ボイドエッグ。月の赤ちゃんからは取れなかったか。で、あとはここら辺にいるアヒルたちにちょっと挨拶して、固い木ももうちょっと集めとこう。うん、ここぐらいは一応毎日8個取っておいても損はないか。一応150個までもうちょっとだもんね。ちょっと時間はかかっちゃうけど。なんかピカピカしてるね、これなんだろう。ん、あ、ディミトリウスさんにね、今なんかちっちゃい木壊しちゃったな。あ、ボイドエッグだ、よかった。で、ボイドエッグをさらに入れちゃおう。うん、さらにもう一匹ボイドエッグちゃんを作りたいから。よし、これでどうかな。早かったね、成長するの。やっぱニワトリだからっていう感じかな。で、アイテムが今いっぱいだから、先にねチーズマヨネーズだけちょっと軽く済ませておいて、ね、いつもの作業ね入りましょうか。アヒル、卵、うん、で、あとはミルクか。今日はヤギミルク1個だね、ちょっと少なめと。よし、オッケー。で、トリュフオイル作って釣り餌いただいてと。で、あとは温室行って、あ、なんか通れないな、ここ邪魔くさい、いらないよ。温室行って、温室の作物もいただいてと。さあ、いらないものもしっかりね、こちらたまにはリサイクルしておこう。うん、よし、これでひとまず OK と。で、いらないところだけ軽く仕分けして、ね、ミルク缶とこれはいらないね。で、木材、うん、ここもいりませんと。これで一旦いいかな。あと卵とトリュフだけはちょっとしまっとこ。卵トリュフとしまって、うん、じゃあと温室行ってみましょう。先温室だね。さあ、今日もホップとか取れるかな。
毎日のようにホップだけは収穫できてきてる。あ、いちご今日収穫が良かった。ラッキー。お、トウモロコシもちょっといけるところがある。うん。これね、いちごのジャムが高かったもんね、昨日売ったものが。これは助かります。さて、一旦取るところ取って、ここって温室の、水汲み場なのかな。あ、ダメなんだ。水汲むところじゃないんだ。よし、じゃあこれで OK。 そろそろなんかビールもできそうだけど、まだできてはないか。ひとまず作物をしまいましょう。いちごがたくさん取れた。うん。で、あとはトウモロコシとホップか。トウモロコシで、ホップをしまって、さらに延べ棒がいらないと。で、今日もここ売っちゃおう。うん、よし、これで OK。 あとは水やり。まあほとんど水はあげなくてもいいけど、ほんのちょっとだけ手間がかかると。でも今日もこれやったらね、すぐカリコ砂漠の方に行きますので、まだ赤キャベツは収穫できないもんね。もうほんのちょっと待たないといけないと。あ、唐辛子の収穫が始まってるようだ。ありがたい。さあ収穫していこう。うん、まあまあここら辺までは収穫して。ああ、そうだ、クワがあれば。クワ持ってこないと。昨日ね、収穫してなかったんだ、麦の方ね。麦もね、この夏でしか確か取れないはずだったから。あとほんの一部だけちょっと種植えれてないところがあるから、ちょっとそこ植えていこう。カマと、小麦、うん、これだけちょっといただいて。マヨネーズもうできたね、早い。で、種と小麦の種とカマ持ってと。そうそう、この時期に本当に作っておかないとビール作れなくなるからな。まあ一応温室でも作れることは可能だけど、なるべく早い段階にね作って奥に越したことはないかな。でしまって、さあ、ここら辺も売っちゃおう。よし、あとはここでしょ。いつも通りのところを売り払って、唐辛子がちょっといらないね。あ、料理しまっちゃった。唐辛子で、小麦でしょ。うん。で、最後にジョールだけをしまったらカリコ砂漠へ行ってみよう。コーヒーの方がなくなっちゃったんだ。コーヒー買ってこないとちょっとスピード遅いよね。ひとまずこれでカリコ砂漠へ。今日もサボテンが拾えればサボテンフルーツで結構体力回復がいける。さあカリコ砂漠へ。楽しいね、洞窟探索。ただ一番の目的はイリジウムだからな。それが手に入らないと悲しみしかないけど。さあサボテンは、今日のサボテン昨日2つ拾ったんだよね。よいしょ、石か。特になし。こっちにもなしか。あ、1個ある。あれだけ取ろう。オアシスの種に関しては今年というか今月も変わってなかったからな。きっと品物の入れ替えなさそうだから。よし、ひとまずニョロニョロ。上の方は特になし、うん、じゃあ今日はサボテン一つで行ってみましょう。さあちょっとでもね、イリジウムが欲しい。いやー、これここか。いきなりミイラポイントだ。さあちょっとね、起爆して行きましょうか。階段見つけた。まあちょっと無視。あ、来るね。いいよ、この敵から料理が手に入るから。ただすごい強いけど、やられなければどうということはない。ただミイラも来てる。
さあこれ料理落とせ、運を上げたい。運上がんないかな。いたいたいた、お料理だ、やった、これが欲しかった。だって体力、お2つ目これはいいぞ。今回幸先がいいかもしれん。この宝箱だけ壊して、じゃあ行ってみよう。ピリ辛でしょ、これこれ。あ、ついでに食べとこう、スパイスベリーも。でピリ辛を食べて、さあこれで運が上がるぞ。何分ぐらい上がる？6分、7分近いか。7分運を上げていこう。足も速い、あそっか、この料理食べると足も速くなるんだ、これは助かる。でちょっと起爆、おシャフトだ、これは助かるよ。そんなとこにシャフト、鉄どうか、もうシャフトで降りちゃう。お15回分か、これはいい、一気に来たね15回。さあどうだ、スライムが分裂してなかなか手に入らないかな。今回ぐらいはちょっとぐらい運も上がったし、少しは確率上がるんじゃないかなっていう期待はしてるんだけど、いてた、うなぎ野郎来てるな。あいつうなぎ料理落とすから結構美味しいんだよね、倒すと。さあ一匹も手に入らないか、一匹からも手に入らなかったと。キノコ炒め食べよ、体力がまずい。回復でちょっとした回復はもうマッシュルームで済ませちゃうと。うん、あと1個ぐらい回復して。ん、なんだこれ、ん、何これ、あキノコ炒めの、あれ上書きされちゃってる、キノコ炒めの。キノコ炒めって、あ攻撃が上がるんだ。あれもしかしてピリ辛うなぎの効果って終わっちゃったのかな。しょぼんって感じ。でまず壊そう。シャフとか階段が一気に見つかるのを期待したけど特になし、この上も特になしだからこの辺だな。あやばい敵だ、まずい、あいつ硬いよね本当あの敵。お階段見つけた、スライムちゃん、さあ倒そうスライムちゃん。キノコ炒めで攻撃力上がっちゃって上書きされちゃうんだったら慎重に食べないとね。だってうなぎのやつもあれ2つしか手に入らなくてさっき1個食べちゃったんだよね、だから在庫1個しかないから。スピード上がって結構ねウハウハだったけど、そうだね、やっぱ上書きされちゃうんだ、てっきり併用するものかと思ったけど違うっぽいね。さあこちらにも行って、あスライムいる、でかいスライム、でかスライムだよな、やっぱ倒すんだったら。あシャフトだ、ラッキー、倒したらすぐシャフト降りれるわ。さあこのでかスライムを倒して、このちっころいやつ、ただスライムだけと。よし、さあマッシュルーム、さあシャフトへ行ってみよう。3回分、お金だ、金が取れるコーナーまで来たんだよね、これはありがたい。もうこの際階段パーツってこっちもかな。よしだいぶ楽に階段が、やっぱ爆弾だねこっからは。ここで初めて爆弾の量産が、必要になってくる。おい待ってくれ、びっくりした、何事かと思って。ただピリ辛料理を落としてくれると一番いいんだけど。あイリジウム2つ手に入った、残りあと3つ。イリジウムの深き、イリジウムの深きじゃない、スライムの深き、やったラッキー。そう前回ほんと手に入らなかったからね、しょんぼり、おっと敵しょんぼりだったけど、お階段ラッキー。まあちょっとピリ辛こっち食べよう。よし上書き、さあ運を上げていくぞ。
運が上げてない状態で手に入ったからな。運がほんのちょっと上がったらもうちょっといいもの手に入らないかなって。階段、いや運が上がってるね。お、スライムちゃん一匹。さあどうだスライムちゃん、手に入るか。イリジウム、たまにごくまれに本当延べ棒になるからな。なんか鉱石ダイレクトじゃな、ドロップじゃなくて、あの延べ棒ダイレクトに落とすやついるから、そういうのを倒すと本当楽なんだけどね。さあ降りていきましょう次へ。ちょっとキノコで回復。でもピリ辛炒めがないから、あのうなぎのねあれがないから、もう次体力回復するときはキノコ炒めとかでもいいかもね。効果が切れてから、うん、食べると。さあ、あ、何この宝石。あ、イリジウムだ、よかった。初めて見たよあれ。てっきりさ、イリジウムってさ敵からしかドロップしないものかと思ってたけど、そうでもないんだ。運が上がってるおかげ。あ、階段だ、覚えておこう。さあ中央の、いやどうしようかな、もうこの際階段降りていくか。24階だもんな。うん、なんか下手にぐるぐるしてるマップのところね、うろうろするよりももうどんどん下降りてった方が効率いいかも。まあちょっとね鉱石の取り逃しとかはあるかもだけど、今回の目的は何といってもやっぱりスライム。このうわ、そこすごいじゃん、ボックスがすごい。これはあ、イリジウムの鍋を直接ダイレクト、運上がってるね。これこれよかった。これで一応イリジウムに関してはまあまあだいぶ来てると。ちょっとこれマッシュルームで微妙に回復しておこう。もうあと2つ3つぐらい。あーよかったね本当に。これでここで力尽きたとしても悔いはない。今日も力尽きるのでもうここで探索していくか。おーおー、すごいすごい。ただねちょっと持てないんだな。そうだな、どうしようかな、持ち物いっぱいだもんね。まあ、木材いらないか。うん、木材いらない。あと他いらないものがね、そうだな、ミックスシードいりません。うん、で、まあ、武器も本来手に入れたいけど、そうだな、樹液もいらないはいらないけど、まあ、これ料理にするでしょ。樹液、うん、捨てちゃう、いらない。こっちの方はなんかないかな。あとはまあ料理とかも食べてちょっとスロットを開けていくっていうのが大事かも。お、階段、敵、階段降りちゃおう。よかったね。おい来てるぞ、おいまずいぞそれ。ちょっと後ろからはちょっと反則じゃないかこの状況で。あ、ピリ辛うなぎの料理、これ嬉しい。ちょっと待って、そこハメ技みたいになってるから。落ち着けみんな、スライムアイテムいっぱいなんだよ。そうそうそう、ちょっと待ってね、もう力尽きる。ライフエリクサ、危ない。ピリ辛料理よね。あ、イリジウム、すごいラッキーじゃん。ピリ辛うなぎがねこれ手に入ったね、よかった。いや運上がってるのはあるけどさ、結構やばかったよさっき、死んだかと思った。よしよしよし、さあこいスライム引っかかってないつら。よしよしよし、あ、イリジウム、どう、これでさらにまた延べ棒1個作れるんじゃない。6個、うん、で直接ドロップで2つだから、あ、よかった、ほんとほんとよかった、ありがとう。でこのスープをキノコ炒めの代わりにしてスープで回復。うん、他いる？一応任務は達成だけど、あ、ちっちゃいスライムだ。このスライムからもね落とす可能性あるから倒しとかないと。石炭か、まあとは特になしかもな。うん、あと普通の石とかか。そうだね、まあ今日も力尽きるまでここでやりましょうかね。もうここまで来たらって感じ。それに片道500円だし、元は
もうたくさん取ったけど、やっぱね、もっともっと欲しいので、どんどん行ってみましょう。あ、モンスターハウスだ。じゃあ、ノベポの可能性が大だぞ。ただちょっと方向を間違わないように倒さないと。一方向から敵が来るようにしないと、えらい目に遭うから。うわーこれ、ちょっと下がって。位置調整して。まずい。ん？ハートマークになってる。なんだ今のハートマーク。ビジューム。やばいやばいやばい。切りからうなぎ。サボテンフルーツ。なんかすごいちっちゃいのいる。敵だよね。あ、一番運のあるやつ？ピンキーみたいなやつ？そうでもない。普通のようだ。さあ、あともうほんのちょっと。あのでっかいスライム分裂した分に関しては。さあ、ここ。ちょっとでかめのスライム2匹。壁はめだな。壁はめで、うん。こっちも壁はめで。早いとこ倒さんか。ちょっとスープ食べとこう。うん。これで、まだいるよね。あ、おっきいスライム。あいつを一番倒したい。一番、おっと、来た。来たね。ドロップ来た。これ分裂するから。分裂すると確率も上がるから、やっぱり。どうしても。さあ、いけ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 。よし。もうあと1個ぐらい入らんかな。特になし。で、この敵で最後か。じゃあ最後はね、ここでやっつけて。ただ私ももうそろそろ力尽きる。あれ？まだ残ってる？え？あ、こいつだ。こんなとこにいたのか。これ倒したら終わっちゃうかな。お、力尽きた。うん、これでおしまいかな。いや、よかった。ほんとよかった、今回。大収穫でございました。はい、ということでね、7日目終了と。収入の方も6600円と。ありがとうございます。さあ、夏の8日目。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は、下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。